こんにーご、どうも、ニートです。ということで、本日はプロジェクト世界からフルステージフィーチャリング初音ミクでね、昨日、ワンダショチャンネルでニーゴの箱イベ開催決定が発表されたので、それについて、ね、見ていこうと思います。前回もね、動画上げたんですけど、今回確定ということで、改めてね、情報をまとめていこうと思います。まずはこちら、25時ナイトコードでイベント開催決定、僕の足跡、君の行く先ということで、みずきちゃんバナー確定です。ありがとうございます。みずきちゃんとエナなんかね、限定で来るだろうっていうお話だったんですけど、僕の足跡ということで、みずきちゃんがね、一人称が僕なんで、はい、みずきちゃんのバナーで確定ということで、大丈夫だと思われます。で、今回は、みずきちゃんとエナナンが限定の理由と、星をメンバーが誰になるかっていうね、お話をしていこうと思います。では、早速やっていきましょう。まず、みずきちゃんとエナナンが限定になる理由なんですけど、なんと、みずきちゃんとエナナン以外のプロセカのキャラクター、オリジナルキャラクターは、すべて限定が実装されてます。はい、ということでね、みずきちゃんとエナナンだけ限定が、未だに実装されてないと。で、まだ限定が実装されてないバチャシンメンバーは今度12月にね、悪の滞在コラボで全員限定メンバーになることが確定しているので、じゃあもう消去法でみずきちゃんとエナなんだよねっていうことで、この2人がやってきました。で、バナーはみずきちゃんということで、あともう一人ね、スペース木枠が誰になるかっていうところにね、お話ししていこうと思います。まずはですね、イベントの周期的な話をすると、こちらですね、カーネーションリコレクションの時からかなでちゃんが来ておりません。で、もう一人、真冬ちゃんの方は、こちらちょっと前のイベント、灯火のミラージュで、バナーキャラクターとして、来ているんで、真冬ちゃんは可能性低いと思います。オリジナルキャラクターだったら可能性が高くて、もう一つが、バーチャルシンガーですね。バーチャルシンガーの方が、可能性高いキャラクターが、レン君とカイトさんとなります。レン君がなんで可能性高いかっていうと、はい、こちら、ハッピーラブリーエブリデイ。このイベントの時にレン君が星4として実装されたんですけど、こっから星4は来てなくて、バーチャルシンガーで今一番期間が空いているのがレン君ということになります。で、もう一人カイトさんなんですけど、カイトさんはこちらのね、ノックザフューチャーの時に、来てから来てないので、まあ、周期的にはカイトさんもレン君もかなり可能性高いんですけど、バーチャルシンガーの中で、他のメイコさんやルカさんとかも含めて一番空いているレン君が一番可能性が高いのかなといった形になります。星4の実装数だけで言うならね、レン君すでに5回、星4実装されてるんで来すぎじゃないかっていう話もあるんですけど、ミクちゃんがすでに8回実装されてるんでね、まあそんな言うほどでもないのかなと思います。で、カイトさんの方がね、星4実装数は、少なめなんですけど周期が短いということで、はい、そしてね、メイコさんとルカさんの方なんですけど、メイコさんもルカさんもどちらもすでに25に実装されていて、かつ星4が5枚あるっていうことなんで、周期の話をするとやっぱレン君がね、可能性高めとなります。そして、リンちゃんとミクちゃんに関しては、まあミクちゃんがね、この前1周年に来て、その後ビーバスでも来てる、リンちゃんが前回の箱イベントの方で来てるということがあるので、で、今回ね、ストーリーが、みずきちゃんがバナーということで、まあそれだったらね、男性バーチャル進化が来る可能性が高いかなといった感じです。まあ、ジールさん的にはレン君とカナデちゃんが同じぐらいで、ついでカイトさんが来る可能性があるかなといった予想をしてます。はい、そしてね、タイプに関しては、まあ、ミステリアスタイプが一番可能性高いのかなといった感じで、ついでキュートくらいかな。はい、ということで、今回はね、ニーゴのイベントについて予想をねしていきました。皆さんね、どう思ったでしょうか。ぜひぜひね、コメント書いていただけるとありがたいです。はい、今回ね、ニーゴみずきちゃんバナーということで、イベントストーリーが楽しみで楽しみで仕方がないです。はい、といった感じで、ね、今回の動画終わっていきます。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。